こんにちは。あ、間違えた。え？まだ、こっちのロゴの時代だったぜ。はぁ？で、なんなん？今回は？お、ドルビアン。進化してるぜ。ん？違う？改めまして。マリサだぜ。霊夢だよ。おぉ？もしや、これは？Ridge Racer。 リッジレーサー7。未だ、プレイステーション3でなくちゃ、プレイできないわ。そうだぜ、視聴者の皆様には言うまでもないが。最後のプレステ据え置き型機発売のローンチタイトルで。これまた、最後のナンバリングタイトルだぜ。リッジレーサーファンは、プレステ4、プレステ5の、ローンチタイトルを期待したのにね。噂はあっても、出ていないものは出ていない。ローディング中？せや。あら、もう、デモ画面じゃない？消えるぞ。え、へい。Ridge Racer。はい、ただいま。またまた、ウプ主、大興奮ね。ウプ主、鼻血出してるぜ。めっちゃ高画質で、綺麗だけど、オープニングはないのね。そうなんだ、ないんだ、あくまでも、スタートボタンを押す画面なんだ。この、RC410 と交互にスタートボタンを押さないと、デモ画面を挟んで続くんだ。で、ウプ主、当然 RC410 でスタートボタンを押すのね。ウプ主なら、当たり前だな。オプションの、2006 E3 ムービー？消えるぞ。はいなぁ。ただいま。めっちゃ、かっこええやん。ウプ主も、そう思っている。これ、オープニングでええやん。ウプ主も、そう思っている。2006年の、ロスでのエレクトロニックエンターテインメントエクスポ、E が3つで、E3 だな。そこで発表されたムービーが、オプションにデフォルト状態で入っているぜ。ゲームの褒美じゃなくて、最初から見れるのね。そうなんだ、ナムコの親切さと自信を感じるぜ。で、ここからエンディングが見れるが、さすがに。リッチステートグランプリをクリアしないと見れないぜ。消えるし。おう。Thank you.
イマー。ここで一度×ボタンを押す。消えるぞ。ほ。Ridge Racer 7。疲れるぜ。慣れてきたわ。ここで、一丁、リッチレイサーズ2との比較だぜ。こっちも、エンディングは、ツアーをクリアしないと見られない。一回クリアすれば、プライズで見られるのよね。そうだぜ。そろそろ消えるぞ。はいはい。はい、どうも。今回は短かったわ。それでも、ウプ主、鼻ジモンだぜ。それで、こっちは、これから、ひたすらスタックロールだけなのよね。そうなんだ、もう画像も動画も出てこない。その点、リッチレイサー7は、ずっとかっこいい画像が出てきたわね。進化したんだな、できれば、ウプ主大好き。永瀬玲子様が、もっとたくさん出演してほしかったそうだ。まあねえ、最後だけだけど、あれはあれでかっこいいわ。確かにな。どっちか言うと、プレステ3のパワーと、新型車の RC410 を見せたいみたいだな。そうかもね。と、考察していたら、リッチレイサーズ2の正真正銘オープニングが見たくなったぜ。見ましょう、見ましょう。PSP。このあたりは、ドルビー以外同じね。ドルビーが大違いだがな。いつものミニゲーム。消える。リッチレイサー7は、代わりがスタートボタン画面ね、あ。Ridge Racer 7。オープニングムービーがないからな。アーケードの移植じゃないから、仕方ないのかな。だが、さっきの、スタートボタン画面で約30秒もあるぜ。で、いつもの、リッチレイサーズ2のオープニングが、約45秒だ。リッチレイサー7のは、長いわね、ウプ主は嬉しいだろうね。まあな、15秒くらいしか変わらんしな。それに、あの、リッチレイサー7の画面は、0のレーティングの、D、は表示せなあかんくらいやで。まあそうね。ウプ主が、何周もスタートボタンを押さないはずだぜ。まあそうね。その証拠に、すでにこの動画でも、何回出てきたことか。まあそうね。なので、あの、クオリティというか、ノリで、オープニングを作ってくれたら最高だったろうな。そういえば、鉄拳のナンバリングタイトル最新作の、鉄拳8が来年出るんだってね。この、対戦格闘やレースゲームの流行らん時代に、よく出してくれるよな。そうなると、リッチレーサー8も期待しちゃうわね。バンダイナムコ様、よろしくお願いします。それまでは、E3 のムービーを、オープニング代わりに見ていよう。消えます。
もう、これ、オープニングで十分だぜ。そうよね、本当に気合い入れて作ってあるわ。うぷ主、こっちの永瀬玲子の服も好きだぜ。ああ、やっぱり、変態。なんて言ってたら、うぷ主、スマホから。何年も触っていない画像を拾ってきたぞ。スマホといえば、もしかして？消えなくてもいいような感じだが、消えるか。はいはい。あれ、私たち帰ってくるの早くない？まあ、いいだろう。スマホのアプリのオープニングね。うぷ主は、ムービーに、永瀬玲子が出てこないのと、この服装に腹立つらしい。まあ、うぷ主の趣味の問題ね。でも、確かに、永瀬玲子らしくないわね。だろ？それに、ムービーはよくできているんだろうが。音楽も鳴ってるのか鳴ってないのかわからんくらい、ただの車の騒音だな。永瀬玲子が出てくれば、うぷ主の評価も変わったんだろうね。うぷ主、スマホに入れたが、すぐ遊ばなくなったな。そんな人、多いかもね。まあ、今風なんだろうが、ムービーにしろ、スマホにしろ。昭和生まれの、うぷ主には、全く刺さらなかったぜ。昭和生まれの、がっかりした人多いでしょうね。うぷ主、途中でやらなくなったんで、エンディングを知らないんだ。そうだろうね。エンディングムービーはあるのか？あったとしたら、永瀬玲子は出てくるのか？永瀬玲子は動くのか？そこに愛はあるんか？おいおい、うぷ主、テレビ見すぎ。視聴者の皆様方、そのあたりのことをご存知の方がおられましたら、コメント欄に書き込んでいただけますと大変助かります。と、お願いしたところで、そろそろ終わろう。そうしましょう。で、どうせ、うぷ主のことだから。リッチレイサー7のエンディングで終わるのね。うぷ主的には、当然そうなんだが。前回までの、リッチレイサーズ2にしろ、どっちも長いだろ？ゲームのエンディングだからね。リッチレイサーズ2は、永瀬玲子のムービーが最初の一瞬って感じで。ムービーが終わったら、私らが顔出して、ご挨拶して。終わったら、切っていたから、短くできたが。ああ、リッチレイサー7は、ずっと、動画が、次々入ってくるもんね。そうなんだ、最近は、うぷ主、ムービー中に顔出させないからな。困ったわね、無駄に長くなるわね。何より、長くなると、大切な視聴者の皆様方にご迷惑だ。どうしよう。うむ。とりあえず、先にご挨拶をしよう。今回の動画はこれにて終了です。もう少し、続きますが、よろしければ、ご覧ください。ここまで、お付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。なんかお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様、大変お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。では、この後、リッチレイサー7のエンディングを流して終わります。では、皆様、ごきげんよう。
最後に一言。ノーシグナル。